アンドリュー・クリスチャン・ウィギンズは、カナダ・オンタリオ州トロント出身のバスケットボール選手。NBA のゴールデン・ステート・ウォリアーズに所属している。ポジションは、スモールフォワード。身長203センチメートル、体重91キログラム。カナダ・オンタリオ州トロントで生まれた。父は元 NBA 選手のミッチェル・ウィギンズ。母は、元オリンピック代表の陸上競技選手のマリタ・ペインで二人はいずれもフロリダ州立大学であった。彼はフロリダ州立大学、ケンタッキー大学、ノースカロライナ大学、カンザス大学から奨学金のオファーを受けた。2013年5月14日、カンザス大学への進学を表明した。6月18日にチームに合流した。2014年1月13日のアイオワ州立大学戦で17得点、19リバウンドを挙げた。過去15年間に全米の1年生選手で17得点、19リバウンド以上を挙げたのは他に1人しかいないことであった。2014年3月、2014年の NBA ドラフトにエントリーすることを発表した。2014年6月26日、NBA ドラフト1巡目1位でクリーブランド・キャバリアーズに指名された。レブロン・ジェームズのディフェンスをするウィギンズ2014年8月23日、ケビン・ラブとのトレードでアンソニー・ベネットと共にミネソタ・ティンバーウルブズへ移籍した。1試合も出場しないままトレードされる全体1位、指名選手は1993年のドラフトで全体1位指名されたクリス・ウェバー以来のことであった。ルーキーシーズンは全試合に平均39分出場し、平均 16.9 得点、4.6 リバウンドの成績を残し、2015年4月29日、2014から2015シーズンの新人王に選出された。2015年1月17日のデンバーナゲッツ戦で31得点、9リバウンド、4アシストを記録した。2016年11月13日のロサンゼルスレイカーズ戦で自己最多得点を更新する47得点を記録した。2017年10月11日、ティンバーウルブズと5年1億4800万ドルで契約を延長した。2020年2月6日、ディアンジェロ・ラッセルら複数選手とのトレードでゴールデンステート・ウォリアーズへ移籍した。細身で長身ながらインサイドもアウトサイドもこなせるオールラウンダー。フェードアウェイショットのような難しいシュートも難なくこなす一方で、時にはゴール下にも果敢にドライブし、相手ディフェンダーの上からダンクを叩き込む。アウトサイドシュートには改善の余地がある。両親ともにトップレベルのアスリートで、親譲りの高い身体能力で若い時から天才プレイヤーとして期待をされる。まだ体はできていないが、随所に才能の片鱗を感じさせるプレーを見せている。ただ2017から2018シーズンから期待された成長が見られないとメディアから非難されることや、練習態度などのバスケへの姿勢にチームメイトやフロントが疑問を抱くなど、才能を持て余したプレイヤーとして見られることも少なくない。守備面ではリーグ最悪のディフェンダーと言われたこともあるなど評価が低かったが、ウォリアーズ移籍後はスティーブ・カー HC、ドレーモンド・グリーンなどチームメイトの指導で飛躍的に改善した。ありがとうございます。